します。53番さあ新しい歌でから入ります。お立ちください。どうぞ。じゃあよろしくお願いします。さあ新しい歌でしよろこび歌おう。主は自由時間の上で勝利取られた。Inside.
ていてはいけません。通り過ぎてしまったことにいつまでもいつまでも縛られていてはいけません。私はあなたの前に新しい扉を開き、新しい道を作りました。安心しなさい。私はあなたを新しくする年は恐れます。私の言葉に従ってあなたは信仰を持って勇気を持って踏み出していくとき、私があなたと共に働こう。今までできなかったことができるようになります。それはあなたの頑張りや努力ということを超えて、恵みがあなたを満たしていこう、恵みがあなたを導いていこうとしようさえます。ただ幼子のように私を信じ踏み出していきなさい。私はあなたを新しくし、新しい力で満たそうと主は仰せられます。このあなた方の働きのこの一つ一つの奥底に、この名も知らぬ多くの殉教者たちのこの涙と血があることを覚えなさいと主は言われます。それはあなた方が弱くとも、あなた方が力がなくとも、キリストを信じる、ただそれだけで多くの栄光を表されていきます。それは恵みによって奉仕を成し続けていきなさい。またその栄光の栄光をすべて神に返せるように祈っていきなさいと主は言われます。
目を覚ましなさい、目を覚ましなさい、今がどのような時代であるかをあなたはしっかりと信仰の目を持って捉えなさいと主を仰います。この東日本大震災が起こりましたが、それは終わりの苦しみの始めであると私は語ったことを覚えなさい。もっと厳しい事柄がこの時代に、世界に、この国に始まってくる。すでに始まっていますが、もっと厳しい事柄が許されてくると主を仰います。あなた方の目をしっかりと開け、目を覚ましなさい。この時代にあってあなたが与えられたこの命を、この地上の人生を永遠のために用いることができるように祈っていきなさい。あなたが置かれている職場、あなたが置かれている学校、あなたが置かれている、あなたが置かれている環境、そのすべてに感謝を捧げ、永遠に残ることのためにあなたの心を、時間を用いていきなさい。私はあなたを通して多くの救われるべき魂を、私の用意している福音を届けようとしている人々がいることを覚えなさい。騙されてはいけません。あなた方はこの見せかけに騙されてはいけません。多くの者たちが傷んでおり乾いていると主を仰います。あなた方の目を天に向け心を開きなさい。私はあなたを通して届きたい人がたくさんいると主は仰せられます。一番あなたは私の羊飼い、私は乏しい、安心しなさい。私があなたと一緒にいる。私があなたと共にいる。
私は決してあなたを捨てず離れないと主は仰せられます。あなたが自分に落胆することがあっても、人々に絶望することがあっても、私を見上げ、そして私に期待しなさい。私は決して諦めることなく、あなたと共にいて、あなたを立て上げ、導き続けていこうと主は仰せられます。問題や困難が許されるのは、あなたの目を開くため、あなたの目を覚ますためです。もう一度語ろう。この時代がどのような問いかをしっかりと捉え、これその人生をこの正しく導かれていきなさい。このあなたの計画が壊れることを喜びなさい。あなたの思い通りにいかないことを感謝しなさい。なぜならそれは私の計画の始まり、私の思いの始まりであるからだと主は仰せます。時は変わりました。しっかりと目を開き、私に聞きなさい。私の計画はあなたの思いよりもはるかに高いと主は仰せられます。あなたが今ここにいる意味があると主はあります。あなたが今この時代に生かされているこの意味と使命があると主はあります。私はその過不足なくあなたの分をこの果たしていこう、この時代の流れの中でこのあなたのなすべき分があると主は言われます。人を恐れてはいけません。私を恐れなさい。私の言葉の中に解決があり、私の言葉の中に勝利がある。私の言葉の中に道があり、私の言葉の中に命があると主は仰せます。私の言葉に聞きなさい。私はあなたに語り触れます。私はあなたの思いのうちに私の言葉を入れ、あなたの心の中に私の言葉を蓄えよう。私の言葉に触れ続けなさい。それがあなたを養い、それがあなたを導き、それがあなたを祝福へと勝利へと導いていくと主は仰せます。Hallelujah.
スキリストあなたを称える、この場所で礼拝捧げる心から大雨をこの地に降らしてください。聖霊の大きな風が吹き始め、大雨をこの地に降らしてください。聖霊の大きな風が吹き始めて、聖霊天のお父様、聖霊の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また天の様、証をありがとうございます。太陽星の記念会をありがとうございます。今日礼拝に集われたお一人お一人を心から感謝いたします。オンラインで見ておられるお一人お一人をありがとうございます。またあなたはすでに神の使命の浅い教会で牧会してある40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り、私の信仰を強め引き上げてくださって、イエス様、どうぞあなたが手をされるすべての祝福を共に受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。どうこのものを十字架の塩で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語れるように聖霊様が導いてください。信じて感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。